今日はわしの他にもう一人外出者がおるのか。地下販売も特に利用せず、チンチロのカモにもならんから、せいぜい細々とした一日外出を勝手に楽しめばいい。ここのアップルパイにシナモンをたっぷりかけてロイヤルミルクティーと一緒に一服。ザワザワザワ。それなりには。お待たせしました。シナモン多めのアップルパイとロイヤルミルクティーです。こいつわしのスペシャルセットと同じものを。またいる。では麺固め、油抜き、野菜ニンニクマシマシで。ニンニクマシマシです。おお、マシマシ。またわしと同じメニューを。かぶりにかぶり、かぶり続ける。舌が合うんだわしと。互いに言葉は交わさない、交わさずとも。結局その日は同じ銭湯に入り、就寝同じ格安ビジネスホテル、互いに目を合わせることもなく同じ道、そしてピタリと止まる。そしてもちろん注文はネギトロ丼、ネギ多めで。それと豆板醤とうずらの卵もらえますか。わしなら絶対にせん食べ方。頼んでみるか。わしも。いや、ダメだ。やはり豆板醤はダメ。これだけなら合わんことはないだろう。うずらの卵一つ。ネギトロ丼のトッピングはこれくらいにしておく方が。信じて飛べというのか、このわしに。ママよ、ダイブ。マリアージュ。お月感触。なかなかやるな君。班長、班長、班長ってば。ん？ああ、沼か。なんだ。なんかここんとこ元気ないですよ。名も知らぬ彼なら分かってくれるだろうな。別の地下施設という可能性も。君の名は。次なる一日外出は